こんにちは、梅です。横浜のラグジュアリーホテルへ行こう後編です。綺麗なクラブラウンジで優雅に過ごしてカロリー補給、ちょっと釣りしたぐらいで消費できるクラブラウンジの朝食もご紹介します。日本大通駅です。さて今回のプランは、ハイアットリージェンシー横浜専用ラウンジで楽しむ大人の贅沢ステイ後編です。出口4から徒歩3分。ハイアットリージェンシー横浜は2020年5月開業、客室数315室。今日はクラブラウンジのカクテルタイムと朝食を中心にお伝えします。リージェンシークラブラウンジイブニングカクテル。3階リージェンシークラブカクテルタイムは12歳以下の利用不可。ただし飲み物やおつまみが入ったバスケットをラウンジで受け取ってお部屋で楽しめます。ビュッフェ代はこんな感じ。ロンネフェルトのお紅茶はティータイムのまま。行くわよ。パテドカンパーニュ、コールドミート、ホタテと香草のテリーヌ、サラミ、エスカベッシュ、ラタトゥイユ、コンソメロワイヤル、焼きナスのマリネ、カプレーゼ、生ハム、キノコのマリネ、スモークサーモン、ドリトスミックスナッツ、黒トリュフチップス、日本酒、白ワイン、赤ワイン、スパークリングワイン、ハードリカー各種、ココナッツフレーバーのマリブがある。カクテルレシピ、ベジタブルスティック、バーニャカウダソース、フィッシュフライと野菜フリット、シュリンプクラッカー、ごぼうチップス、ニョッキオランデーズソース、ムール貝の白ワイン煮、オリーブコルニッション、ピクルス、ドライフルーツ、ハムのリエット、エビのムース、ケッカソース、オリーブナッツペースト、ミニブリー、ミニカマンベール、スモークチーズ、ドライサラミ、バゲットスライス、石窯レーズンとくるみ、クラッカー、グリッシーニ、瓶ビール2種類持ってきました。おいしそう。スパークリングワインで乾杯。しっかり冷えててなかなかシュワシュワ。コンソメロワイヤル、洋風茶碗蒸しですね。貝が乗ってるね。おいしい。ニョッキです。ちっちゃくても濃厚。海外の人が大好きムール貝、普段あんまり食べないな。でも普通に美味しい。エビのムースが美味しそうだった。普通に美味しい。温かいフィッシュフライ、太りそうだけど美味しい。フィッシュフライならビール、乾杯。コールドミートはいかがでしょうか。ホタテと香草のテリーヌ、お正月みたい。野菜とタルタル、牛乳をいただいてマリブと、パイナップルジュースがあればよかったけどないのでオレンジジュース、ちゃんとピニャコラーダ、揚げ春巻きが来た。また持ってきました。生ハムやキノコ、エスカベッシュ、春巻き、豪華。改めてスパークリングワインで乾杯。キノコなら痩せる。キビナゴ、お腹いっぱいになってきた。コンソメロワイヤルをもう一回。満足です。リージェンシークラブラウンジイブニングスイーツ。イブニングスイーツの時間になって華やかなケーキが登場。おいしそう。持ってきました。お約束の別腹です。抹茶と小豆のケーキ、おいしい。クリームババロアのようなかわいいケーキ、ムース系のチョコレートケーキ、ラズベリーの風味が最高。もう少し残っているので飲めます。アペタイザーが下がった後、
ドリブチップスやクッキー、チョコレート、ドリトス、ロータスビスケット、ナッツが復活、黒トリュフがサクサク、いい香り、またまた最後はスパークリングワイン、ごちそうさまでした。コーヒーをテイクアウトできる山下公園。山下公園へ夜のお散歩。チューリップも幻想的。みなとみらい大桟橋の夜景が綺麗。投げ釣りは禁止。釣り自体は禁止ではない。大きくはないけど小さくもない。美味しそうなアジが釣れました。嬉しいです。横浜ベイブリッジ。他にも釣りしてる人はいます。私だけじゃないよ。ホテル施設など。3階フィットネスジムです。クラブラウンジの隣。カードキータッチで24時間営業。16歳以上の宿泊者のみ利用可能。ロッカー更衣室はなし。最新のマシン、ウォーターサーバーあり、タオルあり。朝食ビュッフェのハーバーキッチン、8時30分から9時30分が一番混む模様。2階です。1階、創作イタリアンミラノグリルはディナー営業中。マーケットではホテルメイドのパンやケーキが購入できます。素敵な空間、暖炉のあるリビングスペース、くつろげそう。ロビー前のパブリックスペース、天井高っ。ホテル正面は神奈川芸術劇場。そしてその角に何か怪しい雰囲気。怪しい怪しい。旧横浜入り口48番館。昭和13年に建設された日本最古の洋風建築物。外国人向けの高級アパートとして利用された歴史もあり、ジャズバーも併設されていたそう。ホテルのクラブラウンジもそんな大人の趣味部屋の雰囲気を味わえるような空間として設計されているそうです。リージェンシークラブラウンジ、ジャズを感じる。リージェンシークラブラウンジの朝食です。7時から10時までです。ビュッフェ台行くわよ。まずサラダコーナー。オニオン、パプリカ、キュウリ、ニンジン、カラフルトマト、フリルレタス、オクラ、香辛大根、水菜、スイートコーン、ドレッシング、イタリアン、柚子、サウザン、スムージー、牛乳、ジュース、リンゴ、オレンジ、ヨーグルト、低脂肪ヨーグルト、中華粥、おかゆの薬味、6種類、干しエビ、中華揚げパン、ザーサイ、練り梅、海苔、高菜じゃこ、中華春雨、わさび菜、きんぴらごぼう、粒マスタード、ケチャップ、おいしそうなウインナー、青じそ風味のミニいなり寿司、オニオンスープ、ゆで卵、麻婆チキンロール、水餃子、ラー油、お酢、醤油、厚揚げあんかけとスパニッシュオムレツ、目玉焼き、クリスピーベーコン、ビストロポテト、温野菜、オレンジ、パイナップル、ライチ、マンゴー、白ぶどう、生ハムフルーツ、ショルダーハム、スモークサーモン、チーズ、ゴルゴンゾーラ、カマンベール、クリーム、オリーブ、レッドクルトン、ドライフルーツ、ピクルス、バゲット、ブリオッシュ、ニキン、ホテルメイド食パン、バターロール、クロワッサン、メープルピーカンナッツ、ショコラスフレ、スフレフロマージュ、トースター、小泉、バター、ジャム、アプリコット、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー、ちょっと違うジャムのラインナップも嬉しい。ジョンネフェルトのお紅茶、煎茶、コーヒー持ってきました。豪華洋食意識かな。窓の外は新緑。この粗挽きウインナーは見た目通りプチッとプリッと美味しい。目玉焼きも美味しそうじゃない。どんな味か分からず、ほんの少しのスムージー、ドキドキ、普通に美味しい。オニオンスープ、
本格的。また持ってきました。場所柄か中華が充実、水餃子や麻婆ミートボール、おかゆ自体に出汁が効いてる中華がゆ、おいしい。大人気ですぐなくなる水餃子、めっちゃもちもちでおいしい。中身もジューシー。小さいお稲荷さんもいっちゃえ。青じそ風味麻婆ミートボールはいかがでしょうか。予想通り焼きすぎたクロワッサンをバターたっぷりで最高。デザート感覚で持ってきました。フルーツ、甘いパン、ヨーグルトとマンゴー。召し上がれ。もう十分満足です。クリスピーベーコンはスナック、フルーツに合う。もう一回水餃子を食べてごちそうさまでした。お会計です。入会割引を使ってお得なんだけど私には高い。山下公園のインドスイートは関東大震災の後、横浜市民への感謝と同胞の慰霊のために昭和14年在日インド人協会により建立されました。本来は山下公園の水飲み場ですが、現在はモニュメントとして保存されています。綺麗なモザイク。海沿いを歩いてみます。赤レンガ倉庫。横浜港には大型クルーズ船が着岸。バイキングオリオン、プリンセスクルーズ。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。ところでアジがまあまあ釣れました。とても美味しいのよ。応援をよろしくお願いします。